遠隔作用あるいは遠隔作用論とは、物体が空間を隔てて直接力を及ぼす、とする病像、捉え方、仮説。非接触力。遠隔作用論では、物体の間の力は、物体の間の距離が、どれほど離れていても瞬時に伝わると考える。タイとなる概念は近接作用。 ニュートン力学などにおいて、遠隔作用で力を説明すると、近接作用とは異なり、力の電波自体の速度を考えないで良いので、物体同士の相互作用は位置にしか寄らず、速度に依存しないことを意味するが、これは万有引力による位置エネルギーなどのポテンシャルエネルギーが位置の関数で表せるのと同じである。このことは、ある完成形と、 それに対して等速度に移動する基準系で共に同じ運動方程式を保つという相対性原理から直接知ることができる。ニュートン以前の力学では力というのは物体が接触することで働くとする近接作用による説明が主流であった。例えば重力は一体どのような原理で働くのかというと今17世紀のヨーロッパの 自然哲学者たちの頭を悩ませていたが、ヨーロッパ大陸で活動していたルネデカルトは、近接作用論の一種である、可動説によって、重力を説明しようとした。それに対して、イギリスのアイザック・ニュートンは、ルネデカルトの可動説の説明には、無理がある、と判断し、万有引力という考え方が、互いに引き合う力を及ぼし合っており、その力は、 質点の間の距離がどれほど離れていても瞬時に伝わるとする考え方の理論を構築し、それを彼が構築した力学体系を解説した自然哲学の数学的諸原理において発表した。このニュートンの万有引力は遠隔作用論である。ニュートンが自然哲学の数学的諸原理において解説した力学体系と万有引力理論によって 人々は様々な物体や天体の運動を数値を用いてかなり正確に分析しまた予想することができるようになった。そして当時の学者たちによって熱狂的に支持されることになった。18世紀を通して自然科学者の間ではニュートン力学が圧倒的な権威を認められており重力や静電気力などは遠隔点にある物体同士が作用によって 直接結ばれているとする遠隔作用論によって説明がなされた。ほとんどすべての自然科学者たちが遠隔作用論を前提とした理論体系で物事を見て分析していたと言っても過言ではない。ところがその後19世紀に入って電磁誘導などの現象が知られるようになった。当時の科学者たちはニュートン力学流の遠隔作用論で電磁気現象や 電磁誘導などを説明しようとしたのだが、その試みはいろいろあったものの、いずれもうまく行かなかった。マイケル・ファラデーは、遠隔作用論を用いる代わりに、場という概念によって、電磁気現象を説明する案を提唱した。そしてジェームズ・クラーク・マクスウェルが、ファラデーのアイデアを取り入れた、電磁気理論を構築した。このマクスウェル理論を、オリバー・ヘビサイドが、 ベクトル解析の形式に書き直し理論体系を完成させた。この理論体系は現代では古典的電磁気学と呼ばれる。だがマックスウェルの理論体系とニュートン力学の体系との間には形式的に隔たりが生じており、それをどうしたら解決できるのかということについて当時の科学者らは頭を悩ませることになった。 アルベルト・アインシュタインが特殊相対性理論続いて一般相対性理論を発表し科学者によって広く受け入れられることになったがアインシュタインの相対性理論では電磁気力は場の理論を用いた近接作用の立場で説明されていたこうしてニュートン流の遠隔作用による説明は消えてゆくことになったただし現代でも学生が 高校の段階でまず学ぶのは、遠隔作用論を採用している古典力学であり、また遠隔作用を採用した考え方や、モデルや数式で、分析や予測をすることは広く行われている。なお、近接作用論で、物体間の距離による内ち縁があらわになるような場合、遠隔作用論は誤った結論を導く。近接作用論においては、 力の電波速度に対して距離が十分に小さい場合は遠隔作用論と近接作用論の結論は禁じする。なお、20世紀半ばには量子力学が勃興し、物理学は相対性理論の段階のさらに先に進み、変革していくことになったわけだが、やがて量子のエンタングル状態は非局所的に、そして非作用的に相関する、ということが理解されるようになった。 ありがとうございます。